久しぶりやな。大田貫君。あ、久しぶりな。久しぶりやな。おざす。おい。おざす。えらい。久しぶりや。袋のまぶだち来た。縁起悪いな。何が縁起悪いや。縁起悪いな。え？だってお前がなんかえらいことなってるから。何を別にあったらええが。連絡しづらいやな。あったらええが。元気とか言いづらいやな。言うたらええが。少ない金でタワマンに住もうと家賃わずか、わずか5万でタワマンに住もうと袋のマブダチ登場、ね、久しぶりもたなあいつ、あいつ時はもうよう遊んでたらな、あいつじゃないから先輩やからまず親友やからええねんあいつと高道はええねんそのお前らその、うん、芸人の先輩後輩の生態系勝手に変えんのやめてなもうようわからんから、それはくもちゃんがもう1週間毎日飯一緒に連れてってくれて、うんうん、でもう5日目に、うん、あのもうこれ以上おごられへんから、うん、友達にしてって言って、うん、でもうタメ口でええからって、うん、いやいや、それでさ、やっぱお前のすごいとこってそうよね、タメ口でいいからって先輩に言われてすぐタメ口聞けるとこよな、うん、もう二言目にはもうタメ口だねお前ええのっつってお前やっぱすごいよな、その辺関係ないんやもん